橋本です。よろしくお願いします。今回の動画はね、この1ヶ月かな、僕話す内容が、真実ね、世の中のことを知ってもらう、石屋のことを正確に理解してもらうために、一応、石屋の最新情報を出してます。で、もう一つは、とにかく魂の話ばっかりしてます。魂を磨けっていう話ばっかり。もうこの2本立てになっちゃいました、ほぼ。で、前は、僕元創価学会の会員だったから、実際の、創価学会あるある話、これを結構メインに、話してきたんだけど、なんかもう意識がね、もうそこに向かなくなってきちゃった、だんだん。一応話はしますよ、もちろん。情報は発信してはいくんだけど、もうね、創価学会の問題なんてね、もうね、宇宙から見たらちっぽけ。もうね、ちっぽけな問題になっちゃった、本当に。本当に、地球の人類の人たち全員の、本当に魂の覚醒の、起きる、なんかね、すごいタイミングに、どうやらフェーズが、もう完全に移ったみたいな、そんなね、なんだろうな、感覚って言ったらいいのかな、直感って言ったらいいのかな、胸騒ぎって言ったらいいのかな。なんかね、そんなことがもうね、意識がそこに向いちゃってるんだよね。なんか知んないけど、ふと、僕ね、ふと頭に思い浮かんだことを、できるだけその場でパーンとすぐに動画に上げようって思ってるのね。で、特に、何度も何度も同じようなインスピレーションが入ってきたとき、これはね、間違いなくもうすぐこれを動画に上げてみんなに話していこうって決めてるんだけど、そこに創価学会のことがね、全然入ってこなくなっちゃった。不思議だね。だから、もう創価学会なんていうのは、いずれも終わる。もう、なんだ、これから起きる大峠のね、デクラス大事件から見たら、創価学会の問題なんかね、ちっぽけだなって。なんだこれって感じにね、なんかなりそう。面白いね。これあくまでも僕の直感だからさ、ね。当てはまるとか当てはまんないとか、根拠は何とかさ、んなこと言わないでよ。それぐらいなことがなんかこれからね、どうも起こるね。でも、僕ね、ずっと思ってたんだ。神様ってね、どうやってみんなの意識のね、波動を上げるんだろう。ずっとね、悩んでた。僕ね、3年前に初めて、いろんなことが明確に分かったのね、石屋のこと。内藤さんの情報の時に、出会ったのが3年前でしょ。で、そのちょっと前か、なんか知んないけど、何人もの人がこの石屋の真実、特にね、あれれのなんちゃんね、あれから始まったんだけどさ、いや、昔、20年前からとにかく、地球規模でもう何千年ってね、石屋によって支配されていた。多星人によって支配されていた。そしてトップ連中がマインドコントロールされ、そして、権力、財力、それから何、要は地球を支配するための、そういったもの、地位だとかさ、そういったものが与えられ、そして、地球人を家畜奴隷にしてるって、これは昔から知ってた。で、これは、出口鬼三郎さんの大本神論っていうね、あれを20年前に徹底的に調べてるときに、もう出口鬼三郎さんの書物の中にもすでに書かれてたんだから、すごいよ、あの人。ああ、石屋ってこうやって人を支配してるんだって、もう当時から知ってたもん。だから、7、8年ぐらい前にさ、関明夫がさ、ね、都市伝説っつってさ、いろんなこと言い始めたでしょ、テレビで面白おかしく。ね。あれ、やっとこうやって表に出てきたんかっつって思いながらね、これ嘘じゃないんだけど、都市伝説って言ってるけど、嘘じゃないんだよな、なんて思いながら見てたの、当時。けれども、
本当に具体的に天皇の悪事だとかさ、あれれのなんちゃらとかさ、小児性ほにゃららとかさ、ここまでひどいかって分かったのが3年前だね。ね。で、創価学会もこのまんまぶっ倒れんななんて思って見てたんだけどさ、本当のアセンションこれから来るんだっていうのを神様どうやってやるんだろうと思ってたの、ね、だってみんな覚醒してないんだよ、まだ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 ほとんどの人が魂が覚醒してないのにベーシックインカム来ちゃってどうすんだろう。もしくは RV でさ、ディナール買ったり、うん、ベトナムドン買ってお金持ちになっちゃうのはいいんだけどさ、それが悪いって言ってんじゃないよ。でも魂覚醒してない人がそんな大金取ったらさ、結局同じことが起きるんじゃないのこってずっと思ってたんだよ。だけどやっぱり魂の振り分けがやっぱ神様の計画の中にこれからあるんだね。間違いなく起きるよこれだから大金手にしようが受け取れなかろうが、うん、それから、ワクワクでどんどんなくなっていくのもあり、それからワクワクによって大儲けした、関係 した人たち、これからどんどんね、しょっぴきでしょ、どうなっていくんだろうね。そして今回アメリカで始まった金融崩壊でしょ、ね、銀行の破綻でしょ、うん、いやーなんか絶対なんか起きるなと思ってたけどさ、いよいよ来るよ来る楽しみだね、うん、やっぱりね人間っていうのは本当にね お尻に火がつかないとダメなんだやっぱり。本当にもう明日は我が身、本当に生きるか死ぬか、うん、もう絶望の淵に落っこちないとやっぱ魂が何だろう、魂磨きにスイッチが入んないんだよ、うん、だからそれはね昔から思ってた、うん、ねのほほんと来た人が魂いきなり磨けてたってねピンとこないよ、口ではいくら言っても、うん、頭ではみんな分かってたってね、うん、ただの学習レベルだもん。どうやってね、このね、地球人全体に覚醒を促すんだろうって、神様どうやってやるんだろうって、ずっと考えてた。どうやるんだろうって。もうね、3年ぐらい前からずっと毎日考えてる。僕、ばっかみたいでしょ？うん。だからね、なんかこうお友達なんかと話とかしててもなんとなく上の空だよ、うん、本当に魂の話、なんだろう、アセンションの話、うん、そういった人との集まりでこうお茶したりおしゃべりする分にはもう夢中になって人の話は聞けるんだけど、なんか今日の天気はどうだねとかさ、うん、なんかね、なんか花粉が飛んでるわねとかさ、そんなようなね世間話に全然フォーカスしないんだよ一応は聞くけどなんだかねぼんわぼんほんわがこう通り過ぎてっちゃう、うん、だから多分僕とコミュニケーション取ってる人は橋本って変なやつってみんな思ってんだと思うよなんだってうちの妻だってもう変わりもんだからって言うんだから僕のこと、うん、とにかくマイペースで何考えてるか分かんないみたいなさ、ずっと、うん、とにかく妻でさえもう二十数年付き合ってんだけど変な人やなと思って、でそれが常に言葉にするもんだからうちの子供たちまでパパは変だとかキモいだとか言われちゃうんだよね。本当になんだか悲しいよ本当に。やっぱりね、価値観が合わないとキモいだとかね、うん、臭いとかね、変人とかね、わかる？考え方がちょっと違うだけ、うん、見てる方向性がちょっと違うだけなんだよ。だけど自分とは違うっていう
自分の価値観から外れると急にコミュニケーションが変な方向行っちゃうね。いやーね、これぼやきなんだけどね、僕のね。まあちょっとね、たわいもない私の独り言、うん、なんだけど、このたわいもない僕の今日の独り言なんだけど、なんとなくここのニュアンスにピンときた人いると思うんだよね。うん、まあそういう人とね、これから深い深いコミュニケーションね、取っていきたいなって思ってます。とにかく5次元世界、アセンション世界で必ず再会しましょうね。よろしくお願いします。